皆さんこんにちは。いつも YouTube で日本の有名人の中国語をチェックしてるやんちゃんです。でもやんちゃんの日本語力は一体どうでしょう？実は私は2012年にもうすでに日本語能力試験の最上級1級を取りました。でもそれ以降日本語の試験や検定など全く受けてないから、今自分の日本語レベルはどうなっているのかわからないです。なので今日は最近流行ってる言語学習のアプリドゥオリンゴで自分の日本語力をテストしてみたいと思います。実は初めての企業広告の案件です。パチパチパチ。じゃあ早速始めましょう。皆さんもぜひ私と一緒にやってね。 OK、 開始。翻译这句话。哦，这个很简单嘛。好き。哦，正确。どうぞ。请。楽勝じゃん。不去。公司。我妹妹是小学生。妹は小学生です。よし。拍了200张照片。写真。200枚。撮りました。撮りました。え、どういうこと？そうだ。待て待て待て。なんで？正確答案、写真を200枚撮りました。然后我选的是写真200枚を撮りました。うん、错了吗？わかんないよ。继续。これは私の姉です。ちょっと冷たいです。ちょっと冷たいです。です昨天没坐出租车。あのホテルは大きいです。他们酒店很大。え、そうかそうか。あの应该是那个，对对对对对。但是有时候口语里面会习惯把あの说成是他们。嗯，正确的应该是那个酒店很大。对对对对对。继续。怎么看电影？这个是谁的电脑？经常和他一起学习。母は美味しい料理を作りました。ミントが少ないです。リンが少ないです。カバンは丈夫です。え？あ、这个包很结实。このカバンは丈夫です。少了一个この。不好意思。太粗心了。喜欢果汁。ここはカフェです。南へ進みましょう。九点去公司。え？終わり？没有了。那我的结果是赚取了15颗宝石。继续。已解锁了日语课程的 39%。 え、39%しかないの？私の日本語そんなにダメなの？ちょっとなんか残念。はい、ということで3問間違えました。なんか悔しいです。好了，那来说一下用这个 APP 之后的感觉。首先我觉得非常像在玩游戏，一点都没有那种学习的感觉。そうですね、なんかゲーム感覚で学習できます。而且还有比如说排行榜，每天连续挑战记录，还有每天的目标得分等等。那这个 APP 呢，除了可以像玩游戏一样轻松学习语言之外，它还有30多种语言模式可以选择。比如说在这里もっと見る押すと言語がたくさんあります。比如说面向日语母语者，就有英语和中文两种学习模式可以选择。あとこのアプリのすべてのコンテンツは無料なんです。これは嬉しいですね。ただ毎日5つのハートしかないです。这个爱心的作用呢，就相当于生命值。当你每天在练习答题的时候，每答错一题就会被扣掉一个爱心。那当五个爱心都被扣掉的时候，就不能再继续答题了。所以如果当你发现没有爱心的时候，有三种方法可以恢复爱心。第一种呢，就是通过练习来获取红心。我觉得这个模式很好，因为你为了获取这个生命值，就再把过去错误的问题复习一次。那还有第二种获得爱心的方式呢，就是用这个钻石去兑换爱心。第三种呢，就是可以直接加入这个付费的会员，这样子就可以每天无限爱心使用，无限学习。另外呢，就是这个爱心每隔几个小时会自动回复一颗，所以可以等到第二天再继续进行挑战。还特别推荐想要认真学习外语或者是短时间内提高外语的朋友加入这个 Plus 版本。这个 Plus 版本呢，比如说有无限回复爱心，还有没有广告，还有免费教育提供等等升级的功能。お、ちょうど今春の新生活キャンペーンもやってます。新月15日までなんと年会費 60% オフです。皆さんもぜひこのアプリで自分の語学レベルをチェックしてみてください。
而且我发现真的在日本很少有 APP 可以用来学习中文，所以非常推荐学中文的朋友用这个 APP。 また2カ国語以上の外国語を勉強している方はぜひ第1外国語モードで第2外国語を学ぶことに挑戦してみてください。私は日本に来て英語を喋る機会がなくてもうほとんど忘れちゃいました。だからこのアプリを使って日本語モードで英語を復習していこうかなって思ってます。希望大家可以继续关注我的频道，我也会努力带给大家更多精彩的内容。我们一起加油呀！